こんにちは。今日はより健康な足を作るトレーニングを紹介したいと思います。膝や腰が痛い方は無理のない範囲で行っていきましょう。ではまずは軽くストレッチをしていきたいと思います。はい、じゃあ肩を回していきましょう。大きく回していきます。はい、反対です。はい、じゃあ腰をねじっていきますよ。筋肉を温めたいので少し速いリズムでしていきます。息をふっふっと吐いていきましょう。はい、では膝を抱えていきます。背もたれに持たれる方は持たれていきましょう。はい、じゃあ息を吐いて引き寄せて、はい、少し緩めて引き寄せます。腰とお尻を伸ばしています。はい、足首ぐるぐるっと回していきます。はい、反対回しもしていきましょう。はい、外に少し開いて内もも伸ばしていきますよ。はい、戻します。はい、反対です。背もたれは持たれてもいいですし、まっすぐでも OK です。はい、緩めて、はい、もう一度ぐーっと引き寄せます。足首を大きく回していきましょう。足首も硬くなりやすいです。日頃から回すようにしていきます。はい、反対回しも大事ですね。しっかりと大きく回していきます。はい、外に開いて内もも伸ばしていきましょう。はい、 OK です。では一番代表的なスクワットというのをしていきたいと思います。少しフォームが難しいですが、無理のない範囲で行っていきましょう。ではまずは手をももに当てて、お尻を少し上げていきます。膝が前に出ないように後ろにしていきます。少しお尻を椅子に近づけて戻して、バランスが取りにくい方は前に手をしていただいてもいいですし、机など持っていただいても OK です。余裕があれば伸ばしてからじわっと腰をかけるようにしていきましょう。はい、じゃあそれぞれの手の形でいきます。10回いきます。いい呼吸を止めないように、2、1、太ももの前に効いてる意識を持っていきましょう。背中は曲がってないでしょうか。はい、5、6、7、8、膝の向きはどうでしょうか。つま先と一緒です。9、はい、ラストです。はい、OK です。では椅子にないところでもしていきたいと思います。バランスが取りづらい方はどこか手を持って行っていきましょう。はい、お尻をしっかりと後ろに出して、膝が前に出ないようにですね、できれば膝とお尻が同じ高さまで持っていきます。はい、1、5回いきます。2、1、3、ね、呼吸は止まってないですか。はい、5、はい、OK です。はい、少し歩いて使った筋肉をほぐしていきます。さあ次はふくらはぎを鍛えていきます。どこかバランス取りづらいと思うんで持っていきましょう。足は肩幅ぐらいに広げていきます。かかとを上げます。足の親指しっかりつけていきますよ。ゆっくりと下ろしていきます。上げて下ろして、呼吸は吐いて吸って、余裕がある方は手は離していただいても OK です。膝の向きが外になったり内にならないようにしていきます。姿勢はどうですか。ピーンとまっすぐ意識をしていきましょう。はい、じゃああと5回いきます。1、2、1、3、4、5、はい、一度歩いて筋肉を緩めていきたいと思います。余裕があればもっと高くかかとを上げて、下ろした時にかかとをつけないというところでしていきたいと思います。じゃああと10回いきますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
1、2、1、3、姿勢を意識し、1、5、6、7、8、あと2回、9、はい、もう1回です。はい、OK です。はい、じゃあアキレス腱伸ばしていきます。足を一歩大きく前に出しましょう。つま先の向きはまっすぐです。はい、じわっと前の膝を曲げて、かかとはぐーっとつけておきます。はい、反対いきますよ。さあ、ウォーキングの前後などにもおすすめのストレッチです。前の膝をじわっと曲げることでアキレス腱、ふくらはぎが伸びてきます。はい、OK です。ぜひ毎日取り入れてみてくださいね。